ジョセフ・ジョー・ギブソン・フライは、イギリスのレーシングドライバー、フライ一族の一員。彼は、ディック・シーザーからの助けに応じて、いとこのデビット・フライとヒューダン・スタービルが開発して、非常に成功した、フライカイザー・ワーゲン・フレイクザー・ワゴンの最初の、ドライバーとなった。オリジナルは1936年に、ブリストルで製作され、アンザーにエンジンを搭載したが、1937年に、 ブラックバーンエンジンと完走された。ジョーは30年代後半に数多くのヒルクライムの記録を残し、その中には非公式であるが、プレスコットにおいて1938年8月27日に 1100cc のフライカイザーワーゲンで記録した47.62秒というタイムもある。第二次世界大戦が勃発した年には、シェルスリー ウォルシュヒルクライムで 1100cc の下級及び非下級で41.52秒、42.58秒というタイムを記録した。1947年にはブライトンスピードトライアルにおいて 1100cc 以上のクラスで2位を記録した。翌年にはブライトンで記録を更新しクラス優勝している。翌1949年も記録を短縮し、再びクラス優勝している。 1949年5月28日に行われたブランドフォードヒルクライムでも優勝している。優勝タイムは31.13秒であった。1949年7月21日にジャージーで行われたボーリーベイヒルクライムではフライはクラスで1位であったが総合ではシドニーアラードに次ぐ2位となった。ここでのポイントでフライは イギリスヒルクライム選手権のトップに立った。最終戦のプレスコットまでに彼はシドニー・アラードに1ポイント差の2位でつけていたが、機械トラブルと不審のため、最終順位はアラード、デニス・プーはスターリング・モスに次ぐ4位となった。フライは1950年のブランド・フォード・ヒルクライムで自己死した。これはシルバーストーンで行われたイギリスグランプリの2ヶ月後の出来事であった。 レイモンド・メイズは、ブランド・フォード・ヒル・クライムのプラクティスで負った傷のため、ジョー・フライは死去した。これは私にとっても、イギリスのモータースポーツ全体にとっても、大打撃であった。と語っている。フレーク・ザ・ワゴンの完全な歴史を綴った、クレーキ、ザ・プライベート・ライフ・オブ・ザ・フレーク・ザ・ワゴンが、ロブ・ダンスター・ビル、ヒュー・ダンスター・ビルによって2008年に発行され、2009年に、本国された。 これは全部の限定版であった。w w w f r e r k a i s e r w a g e n c o m を参照のこと。ありがとうございます。